アマミタカチホヘビは、タカチホヘビかタカチホヘビ族に分類されるヘビ。日本固有主全長20から55センチメートル。東道長24から42センチメートル。尾は、非常に細長い。胴体中央部の斜め2列になった背面の鱗の数は23。背面を覆う鱗には、筋状の隆起が発達する。背面の色彩は、黒褐色や暗褐色で、 小中線に沿って黒い縦縞が入る。覆面の色彩は黄色。オスの総排出口までの覆面を覆う。幅の広い鱗の数は157から171。総排出口より後部の覆面を覆う。鱗の数は90から98。メスの腹板数は174から191。おしも板数は67の85。森林や水辺の草原。 農耕地などに生息する。地中性夜行性で、昼間は倒木や石の下、地中などで休む。食生は動物食でミミズを食べる。繁殖形態は卵生。4から5月に1回に2から6個の卵を産む。開発による生息地の破壊。道路及び道路脇の速攻による生息地の分断などにより生息数は減少している。 純絶滅器具。ありがとうございます。